皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスーチーパフォーマンスです。今回はボンドボディ812の続きをお伝えします。もう塗装が終わってこんな感じでリアバンパーから組み込みが始まっております。でこの辺のネットをつけたりだとかで、今話を聞いたらここ黒く塗ってるんですけど、ここにも網が入るらしいです。もうもはやこれ誰得情報なんですけれども、これも網が入るという。でこっちは網は裏側からつけてあって、でこっちのクリア塗装も全部終わってる感じだと思います。ボンドボディの場合、基本的にあのカーボンパーツのこの表面処理がしてあるやつもさらにもう一回クリア塗って耐久性を上げてると。であとマフラーカッターがこんな感じで、意外にマフラーカッターこれ普通なんですね。ロゴも入らないし、なんかもっととんがったデザインかなと思ったら純正風なロゴも入らない、こんな感じので、ここもネットがこんな感じで入ってると。でこれを合体させてるのは全部ボルトナットでパーツが合体してるみたいです。こんな感じで、でもうこの辺は純正がそのままはまるように、だ割とこうしっかり作ってあるところはしっかり使ってあって、まあ、全体的な、あこれ止まんないんですよやっぱりちょっとフィッティングに関してはワンオフっていう感じで、まあ、そんなにいいわけじゃないみたいです。こことここをボルトナットにしてちょっとオリジナルの取り付けにするみたいです。そうしないとまあ結局ここが、で僕らも結構海外のその動画とか見たんですけど、あの正直フィッティングに関してはんっていうのが多かったんで、まあ、さらにその上浮く取り付けをするみたいです。そして車の方はこんな感じでリアフェンダーがくっついております。ちょっと近く行って見てみましょうか。で一応フェンダーはこんな感じで外して、今塗り上がったものが向こうの塗装ブースの方にあります。でこことここ塗るんで、結局このドアも外して全部色が合うようにここも一体で塗ってるみたいです。もちろん調色をして合わせるんですけど、この経年劣化もあるわけじゃないですか、ここなんで色が合わなくなっちゃうんで、ここのパーツセクションに関しては全部同色で一回塗っております。でこのリアフェンダーご覧ください、ついてるところがわからない、こんな感じで。そして色が入るとこのワイド感がまたちょっと違って見えて、めちゃめちゃ引っ込んで見えるのが、これすごいね。でこのリアトランクも一緒に合わせて塗ってるみたいです。であのオープンなんで、ここのオープンの稼働するパーツはそのまんま、ここのつながるパーツを全部同色で塗り上げてるみたい で外したフェンダーがこっちです。で純正はこれ多分スチールじゃないかな、アルミなのかな、アルミかな、アルミっぽいね。こんなんなんで、まあファイバーになればかなり軽量化にもつながるんじゃないかなと。で今教えてもらったら、ここ塗る都合でちょこのガラス外したんですけど、実はガラスじゃないという、なんとここアクリルらしいです。しかも裏側からなんか黒く、めっちゃ黒く塗ってて、若干こう光が入るアクリルがここに取り付けられてるみたいです。でこれ外すのがめちゃくちゃ大変で、もうガラス屋さんも勘弁してくださいっていう、そんな感じの取り付けがしてあったんですけど、なんとか外して、まあ、再利用できそうだということで、こんな感じの進捗になっております。であとサイドスカートは一応全部のエアロがついて、フェンダーもついた後最後こうガチャンって入る感じになるみたいです。なのでまあ最終形態として取り付けが行われるみたいです。さあちょっとここで寄り道、こちらをご覧ください。これ現行ゲレンデのリアゲートなんですけれども、ここ今回スムージングしております。スムージングよくあるやつだと思ったそこのあなた、これね実はすごいんです。なんとここ純正のあのリア背面タイヤ外したことある方は多分あんまりいらっしゃらないと思うんですけど、ここにでっかいこう金属のブロックがボコンってついてるんですよ。でそれをスムージングするってまずめちゃくちゃ大変なんですよ。でしかもそのスムージングするのに結局パテとかで埋めちゃうと、この後々割れてきちゃったりだとか出てきちゃったりということで、今回なんともう1枚パネルを用意して、そのパネルのこの辺を切り出してここにくっつけると、で埋めてあると。それすると何がいいかっていうと、まずこのパネルと同じ、全く同じ素材のものでここが埋まってるんで、まあ歪んだりだとか、まあ、あとは熱なんかによるその膨張とか収縮なんかも全く一緒なんで、まあ、後々ここが出てきにくいという、なんでこんな感じで完璧な、多分もう本当にスムージングの理想形じゃないでしょうか。こんな感じのスムージングもされてます。まあ、あとはもう手軽にやりたいという方はカバーいろいろ出てるんで、まあ、いろいろご相談いただければ、今回みたいなこの究極のスムージングから、割とお手頃なスムージングから、あとはここ定番のブラバスのこれインサート入れておいてください。僕大好きなあのかっこいいこういう羽の形しているブラバスのパーツもあるんで、こんなのができます。はい、じゃあ行ってみましょう。さ
さあそしてこちらが 812GTSNRAR5 のパーツたちです。リアのトランクと、まあ、この辺は基本的に細かい傷取って、まあ、塗り直したって感じじゃないでしょうか。でフロントのバンパーとあとフェンダーとあとこれが反対側のドアかな、この辺が全部塗ってあります。ちょっと特殊なこれパールが入ってるのかな、ちょっとキラキラした紫色ですけど、この辺なんかも完全再現で、これ最終的にまあ日の当たるところで見ていただければ完成度が伝わるんじゃないかと。あとはサイドステップこんな感じででかい、これも全部カーボン、その上からクリア塗装して、まあ、もちろんこのちょっとしたダストなんかどうしても入っちゃうんで、この辺なんかは全部取って研いでもう一回ピカピカにして、そしてこっちの下側なんかもまあ割と傷つきやすいところであるんですけど処理をして取り付ける予定みたいです。あとはおかげさまで板金塗装、あとはカスタマイズなんかもたくさんご用命いただいてますんで、こんな感じでいろんなパーツもう所狭しと、もう入庫も本当にありがたいことにピッとパンパンになるぐらいお車ご入庫いただいてますんで、まだまだ、まあ自己修理から板金塗装、あとはカスタマイズまでお気軽にご相談ください。さあ続いて紹介するのはこちらの992カレラでございます。こちらご覧の通りスポーツデザインのバンパーになってるんですけれども、作業はテックアートのサイドスカートをつけちゃいます。スポーツデザイン選ばれるっていう方も多いと思うんですけれども、ちょっとここボリューム足ねえなと思ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。安心してください、ありますよ。テックアートのサイドスカートをつけるとこんな感じでパチンと、そしてここがフィンみたいに盛り上がるんで、割とこうフロントサイドリアのバランスが取れるんで非常におすすめです。で基本的に全部セットじゃなくて単品で出ますんで、今回みたいにこうサイドだけつけたいなんていうのは非常におすすめでございます。そしてこちらスポーツデザインのウィングもついてるんですけれども、今回同時作業で上の部分の塗装とあとハイマウント、ここが多分結構気になる方多いんじゃないでしょうか。ここを今回スモークペイントして、まあ、ちょっとトーンを落ち着かして目立ちにくくする作業をこれからするみたいです。で全部分解して、これも多分完成したら裏当てですかね、ブログで紹介されると思いますので、ぜひチェックしてみてください。さあそして塗装ブース間もなく完成です。今上でなんか説明を受けているみたいです。こんな感じで最新鋭の塗装ブース、ですね、読めません、はい、入れときます。こんな感じで2機ご覧ください。このピカピカの新品の塗装ブース、私初めて見ました。むちゃくちゃ綺麗。あとはここも朝食室、以前の朝食室は半オープンだったんですけど、もう完全にカーツブース、カーツだよね、要は外からほっこりが入ってこないように中こうエアーでちょっと気圧が高い、その中で全部朝食して、もう照明も全く同じものなんで、まあ、基本的にその塗ってる状態と、まあ、朝食してる状態同じところでできるという、さらにその塗装のクオリティアップと、まあ、あとスピードアップは何のかな、ちょっと分かんないです、はい、多分スピードアップにもなると思います。こんな最新鋭のブースも入れております。さあ全然打ち合わせしてないんですけど、めちゃくちゃかっこいい G63 発見したんで、ちょっと紹介していいのか分かんないんで後で確認します。これご覧ください。これアーバンのボンネットこれから乗せるみたいです。こんな感じで純正のこのマークのところにかぶさるんですね。そう言われればそうか、ここにこんな感じで、でこれボンネット乗せるだけかと思ったら、そこは塗ってあるしキャリパーも塗ってあるし、しかもキャリパー同色、これめちゃくちゃかっこいいね、やば。こんなのも、はい、入ってます。さあというわけでボンドボディの進捗をお伝えしました、まあ、カスタマイズだけじゃなくて自己修理、板金塗装、何でもお気軽にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。